地球の家にちょっと今お邪魔してるんですよ。一応事務所っすよ。一応事務所っす。事務所ね。めっちゃ汚くて、ちょっと匂いがやばいんでマスクしてるんですけど。そういうです、ここに。あと2時間後に痒くなるんですよ、これ。もう僕たち痒いっすよ。いや、肩がたくさん飛んでるんですよ。この間、もう蚊取り線香みたいな。一酸化炭素中毒になるくらいがね、もう入ってたっすよ。うわーって入ってるんですよ。しかもめっちゃ汚いって、なんか何か分からんけど、これとか やばくない、これ見てよ、これ何なんこれ。マグロっすね。マグロ中、あれ中国産ネギトリです。やばすぎるやろ、マジで。ほんまに汚くて、ちょっとマジで火通るんやけど。いや、これ綺麗な方っす、マジ。まだ綺麗な方。まだ綺麗な方よかったっすね。運が良かった。運がいい方っす。こういった瞬間から言うわけですよ。マジ。もうだって家に入って、俺、虫6匹ぐらい見つけたマジでやばいよ、やばいっす。でここに置いてあった金太の服とかにちっちゃい蚊のタオルって嬉しいっすね、そこに置いてあったやつ。